むかしむかしあるところに一番大切なものは家族ですと真顔で言う出世できない男がいました。経済至上主義の世の中で一番大切なものはお金をじゃないですよと言い張る愚かな男でした。そういやっていつか誰かに粗雑に語られようとも「立ち位置は変えないと決めてる」「わかってるんだよわかってるんだよわかってるんだよ」「探し続けても見つかるって限らない」「笑い話そう笑い話そう笑い話さ」そう言って泣き笑いしよう悪くない結末さ。仮に君を今失ったら突然目の前の僕の世界は崩壊するだろう。夢であってと泣きわめくだろう。それから10年の時が流れ突然目の前に君がほら愛しくなる君を大切に思う。80万年先この星はなくなるらしい。悲しい話だな息苦しい君と話したくなった深夜2時。わかってるんだよわかってるんだよわかってるんだよ。誰かに意味など求めるべきじゃない。笑い話さ笑い話さ笑い話優しい人に今日からなろうって思う。エスカレーターを逆走するような日々だ。気を抜けばすぐに元の場所へ。けどそれだって生きてるって証拠を何度だって繰り返すさ。この命が尽きるまで何度でも。わかってるんだよわかってるんだよわかってるんだよ。明日は必ず来るとは限らない。笑い話さ笑い話さ笑い話さ。それが挑んだ結果ならいいじゃない。全て
ては笑い話さ。松尾高尾ツイキャス、オミキャス。はい、皆さんこんばんは。毎週木曜日のお楽しみ、松尾高尾オミキャスでございます。今週もお集まりいただきありがとうございます。音のズレ具合はいかがでしょうか。こっそりこっそり教えてください。あ、さすがです。あっという間に教えてくれました。ズレてないということで、今日はすごく調子が良いようですので、小1時間ほどね、この調子の今まで突き進んでくれたらいいなと。僕というよりはもうツイキャスですから、ツイキャスさんにね、ツイキャスさんにお願いしたいなと思いますけども、今日もよろしくお願いします。はい、オープニングソングはね、先週登場してきましたワイズミュージック TV から、笑い話でございました。もうアーカイブがね、お3日間だけ、6月15日だったんで、6月18まで見れたのかな。で、今も見れないんですけども、まあ、その代わりに僕が1曲選んだ笑い話と、そして向こうのワイズミュージック TV が選んだ暁は、双方のね SNS などで、まあ、公開すると、まあ、いわゆるコラボレーションという感じでね、公開しています。なのでワイズミュージック TV の YouTube では暁2020がね、聞くことできますので、ぜひぜひご視聴ください。はい、アシーちゃん歌詞ありがとうございます。トダ君こんばんは、ミタンこんばんは。はいあれ、その歌詞が若干もうコメントチックに、コメントかと思いましたね。そうやっていつか誰かに育つに語られようとも、腕じゃなくていいじゃない、比べなくていいじゃない、立ち位置を変えないと決めてるって、なんかコメントもらったような気がしますね。あ、かっこいいですね。はい、かっこいいです。立ち位置は変えない。はい、ありがとう。あ、ゆききさんこんばんは。はい、あ、みほちゃんこんばんは。とても久しぶりに聞きに来れました。久しぶりすぎてコメントするのなんだか緊張します。よろしくお願いします。そういう時はもうバシバシコメントしてもらえると、じわじわと緊張の糸もね、ほどけてくるかと思いますので、よろしくお願いします。あ、きょんさんこんばんは。今日は蒸し暑かったです。確かに千葉もね、若干湿気を帯びてまして、こうカラッと晴れてたわけじゃないので蒸し暑かったですね。まあ、要は1年間で一番湿気が、湿度が高い時期なのかもしれません。これコンデンサーマイクって言うんですけどね、このコンデンサーマイクってのは湿度に弱いんですよ。まあまあ、あのエアコンがね効いてますので、ある程度湿度保たれてるんですけども、この季節は特にね要注意ですね。湿度で壊れていくわけです。劣化していくんで、はい、せっかく買ったばっかなんでね、大事にしたいなと思います。はい、触れてないよ。あ、ピンクのさすが眩しいです。ありがとうございます。今日ね、銀行に3時頃行ったんですね。そうすると、で、家のマンションのオートロック開けて、ガーッと閉まると瞬間にちっこい子がガーッ走ってきまして、あのオートロックが、要はちゃんと閉まる前に開いたわけですよ。お、なんだと思って振り返ったら、あのうちの娘でして、はい、目の前にパパが見えたから走ってきたと。よくわかったねって言ったら、ピンクのシャツだったから、これこれですね、昼間から着てましたね、言われまして、いやいや、この町内にピンクを着た男の人は僕しかいないのかと、まあ、そう思いましたけどもね、すごく分かりやすい目印だったみたいでね、はい、そうそう、ピンクのシャツといえばそんな感じです。はい、明日は4時起きなので、出た、パン屋さんの朝は早い、早々に寝ると思います。コメントなくなったら落ちたと思ってください。承知しました。ちゃんとアーカイブ残しますんでね、いい喋りを残しておきたいと思いますので、
はい、ピンクのシャツに黒 T が、あ、これね、あの見えてますね、見えてます。これね、こうほら締めるとなんかちょっと真面目になっちゃうんですよね。ちょっとあのほら休日のお父さんみたいになっちゃうんで、まあこれも別にいいんでしょうけどね。どっちがいいかなと思って、まあ、ちょっとこう第一ボタンぐらい開けときたいかなって感じですね。うんうん、ラフな感じでいきましょう。はい、唐津は台風並みの強風でした。梅雨時期は偏頭痛率高くてきつい日々です。今日あれです、唐津ボートがね行われてます。唐津協定が行われてましたね、ネットで見ました。はい、別にボート好きではございません。協定で掛け事してたわけじゃありません。あの7月に福岡でね歌を歌うんですけども、そこの社長は、映像制作とかをやってる会社でして、ご自宅で歌うんですけど、社長宅、とある社長宅で歌うんですけども、でちょうど今日やり取りしてたら、ちょっと今日ね唐津で協定のね、はい、映像やってるっつって、あ、そうなんだと思ってネット見てみたら、ネットで今ね見れるんですね全部、協定とか、あと YouTube チャンネルとかやってましてね、タレントさんが来てそういうのをね手掛けてるっつって、あ、すごいなと、もうこれ本当テレビじゃんと思いながら思って、唐津は今日協定があった。台風の協定大変だったでしょうね。ちょっとこう万馬券的な、なんて言うんですかね、万協定券みたいな、なんかあったかもしれないですね。はい、あ、今日国会議事堂前でタクシー待ちしてたら警察官2人に囲まれ、怪しかったかな私。何があったんですか、テロだったんですかね。国会議事堂前ですね、僕もね先々週、もっと前かな、3週間ぐらいも行きましたよ。衆議院第一会館と首相官邸ね、あのツイキャスでもご報告しましたけども、警察官多いですよねこのご時世。そうか、でも僕はね、僕はほらあのもうどこにでもいそうな、こうすごくサラリーマン風なんでね何の音もなく、むしろ僕が話しかけたぐらいですか。あの衆議院第一会館どこですかね、もう完全に田舎から来たあの観光客みたいに見えたかもしれませんけども、はい、警察多かったです。はい、どんな格好してたんですかちなみにね、女性がこう囲まれるってなかなかあんま想像できないですね。もうなんか明らかになんかこう爆弾抱えてますみたいな、大きいバッグ持ってたとか、そんな感じですかね。はい、あ、勝子橋本さん見てますよ、お酒の話夫が楽しみにしています。あ、そして、あ、つか今日乾杯してなかった。あ、私のコメント飛ばされた、どこだろう。4時起きのやつは読みましたよ。あ、こっちか。こんばんは、今日は笑い橋だったか、思ってたと違った、しかし音が良いですね。あ、ありがとうございます。ちなみに何と思ってました。はい、ちょっと答え合わせしましょう。はい、実は用意してたんです。あのやっぱいつものパターンだと土曜日のライブ配信のやつをね一曲僕がピックアップするんですけど、まあ今日はちょっとねワイズミュージックっていう特別なものがあったので笑い話になったんです。あー、惜しい。あ、開けておいてください。あ、開けて、今日じゃあご会長ということで、はい、赤月稼ぎやめた、残念、ブーです。はい、というのはもう法則がね、僕なりの法則があるんですけど、木曜日になると一応そのマイホーミーライブの Facebook グループのアンケート取ってるんですか、あれを見るんですよ。で1位と2位の曲は選ばないんです。なぜなら1位になる可能性があるから。でそのまま土曜日のライブで また歌うんでね。つまり3、4、5の大体4か5ぐらいのどっちかにしようかなって感じになってまして、で改めてその4か5のやつを先週の放送を聞き直して、あのライブのね映像を見直して、で出来のいい方にしてるんですね。で今回は、まあ、イマジンと合言葉だったんですけど、まあ、どっちにしようかなと思ったんですけど、まあ、イマジンの方がちょっとレア感があるなと思ったんで、実はイマジンをね用意してました。はい、ね、あ、で乾杯いきましょうね。今日の乾杯、これね、お酒、このお酒超レア酒なんですよ。これご紹介します。これ木戸泉ね、そうですね、ツイッター、フェイスブック見てくださった方はもう見たかもしれませんが、これ非売品シャープ55って書いてますね。これ何かと言いますと、木戸泉っていうのは千葉県いすみ市のね大原っていう駅の近くにある、もう昔からある伝統的な酒蔵で、千葉でも非常に有名な酒蔵なんですね。僕も何度も今まで飲んだことがあって、
で半年ぐらい前ですかね、千葉そごうに行った時に、普段僕お酒って酒ベースか今出屋か島屋っていうね、僕の大好きな酒屋で買うんですけど、その日、日曜日だったのかな、なので、お刺身欲しいなと思って、でなんか気が向いたんで、たまには千葉そごうで千葉のお酒買おうと思って行ったんです。で千葉そごうの酒屋さんあるんですけど、そこにはねいつも販売員の方が来ていて、でまあそのお話を聞くの楽しみなんですね。はい、ああいきなりお酒が降ってきました。ああありがとうございます。はい、寝落ちする前にいただきます。はい、はい、で、その日も販売員さんの話聞きたいなと思ったんですけど、なんかうまいタイミングで話しかけてくれなくてね、もう買う気満々なのにね、話しかけてくれさえすればもうすぐ買うのにみたいな、もうカモですよ、カモちゃん、カモちゃんだったんですけども、話しかけてでおかしいなと思って、でちょっともうこれ見逃しにちょっといいタイミングで逆に僕がこうじわじわ近寄っていく感じでね、女性の方がいたんですけど、そしたらまあその方がね、普通だったらお酒お探しですかとか、こうそういう販売トークあるじゃないですか、やっぱそういうね切り口ダメなんですよ。お酒お探しですかって聞いちゃダメです。それは探してます。でなんなら探してなかった場合、要は断り文句ができちゃうんですよ。そのいや探して見てるだけですとかね、そうするとスーッとね立ち去ってくる。やっぱそれはね二流なんですね。まあいろんな切り口は、僕も昔携帯販売やってましたね。でいろんな切り口があるんですけども、そのねおかみさんね、まあ結果的に木戸泉のおかみさんだったんですけど、切り口が非常に優秀で ね僕はこうまあもうね元々顔気あったんですけど、近寄ってきた瞬間に私の話聞いてくれますかってフワーってきたんですよ。面白いと思って、それ逃げらんないじゃないですか。私の話聞いてくれますかって言われたら、いや聞きませんってなかなか言えないですよね。とりあえず聞きましょうみたいになるじゃないですか、その買う気なくても。いや上手だなと思って、でいろいろ、元々買う気だったんで、そっからね話が弾みまして、非常に仲良くなりまして、でうちのちっこいね、うちの我が家のちっちゃい利き酒師がね、飲んだことないけど精米部合とかでお酒を選べるね利き酒師がおりまして、で非常にね盛り上がって、で仲良くなったんですね。でいつか、酒蔵行きますねって言ってて、今回エニシングの西村さんという前掛けを作ってる、日本で唯一前掛けを作ってる会社、前掛けの生地をね作ってる会社の西村さんと、兄貴ですよ、一緒に行ってきたんです。そしたら実はその木戸泉のね酒蔵なんで前掛けを作るわけですね。で新社長就任祝いの時に最高級の前掛けをねたくさん作ったらしいんです。それ作ったのが西村さんで、もともとつながっていて、ってまさかのお友達みたいな感じ、みんなびっくりしまして、で今回行ったんですね。でもちろん買いましたよ、いっぱい買ったんですけど、そしたらこれ非売品のお酒をねプレゼントしますということで、というのも非売品なんで売れませんと、そもそもちょっとね今試験的に作ってるらしいんです。多分近い将来商品化されるんじゃないでしょうか。でスペックは非公開なんですけど、シャープ55っていうこう愛情のこもった名前がねついてまして、で何年か寝かせてると、古酒、いわゆる古酒ですねという情報まで出てたんですが、飲んでびっくりね、その鴨川、千葉県の鴨川市行って、宿坊お宮ってところで、お宮ってところは天津神明宮の岡野さんが経営してるね、民宿みたいなもんなんですけども、名前が最高ですね。お宮。ね。で、岡野さんと3人でね、男3人で飲みましてですね。からもう、こちらなんですが、古酒っぽくないですよね。色は全然その古酒みたいな、こう、黄色がかってないんですけど、匂いはね、古酒の匂いがすごいしてまして。で、口当たりが意外とまろやか。なんかもっとこう、癖があるかなと思ったらまろやか。で終わりかと思いきや、こっからですよ、ほわーっとね蜂蜜のようなこうフィードバック、後味が、ね、ありましてね、わすごいと思う、これはすごいと思いました。おそらくそのスペック非公開ですけども、だいたいこういうのってハイスペックなので、1本で、ね、3000とか4000とかするんじゃないかなっていうね、レアのお酒をねいただきまして、でその日は一升瓶、生酒で一升瓶ね、3人で開けまして、でこれも飲みたいって開けたんですけど、これがね半分ぐらい余ったんで、僕持って帰りますって、これちょっとおみきで紹介し、おみきで このコーナーで紹介しなきゃと思いましてね、
飲んだんでございます。はい、いっぱい喋りましたね。はい、正義の味方にですね、あ、さすが中間、中間なんすか、順位ね。あ、今1位赤月でしたっけね。強いですよね。はい、ラベルがとってもおしゃれですね。ね、シンプルにおしゃれですね。で、こうちょっとこうこの辺のね、端っこがこう和紙みたいな感じでギザギザなってる感じがいいですよね。はい、あちーちゃんこんばんは。あ、酒蔵ツアー、やっぱ旅にはね、酒蔵は欠かせないですよね。やはり思い出すとこ、昨年の夏ね、小菓子の合計時に眠らせてもらいますけど、やっぱ眠らせてもらいましたけど、やっぱ旅と酒蔵ってのはもうセットですからね。で、今回はいすみ市の、木戸泉酒造さんに寄ったという感じでございます。あ、1位種をまく人、すごい、意外、嬉しいね、嬉しいですね。種をまく人、もう20年前の歌ですけども、来週も種まきますか。はい、ということでこのコーナーいきましょう。本日のお見知りおき、 I love you to tame イヒリベリ、愛してる、大好きだよ。はい、本日のお見知りおきでございます。はい、まあもう今のそのまんまの話がそのまんま続く感じですが、これ木戸泉ね、木戸泉酒造さんで、そのおかみさんが真ん中いて、僕は右側ですね。で、左側に西村兄貴がいるんですけども、スリーショットの写真なんですが、後ろの煙突すごくないですか。ふわーって出て、あれ街のシンボルなんですよ。もう遠くから見ても、あ、あそこだってわかる感じで。で、上の方にちょっと文字があってね、スマホとかの方は見づらいかもしれないですけど、あれ木戸泉って書いてましたね。かっこいいと思って写真撮ってまいりました。オーソドックな木戸泉のね、パープルって書いてたかな、の生酒一升瓶買って、あとその神社の、まあ、宮司さんがいましてね、宮司さんへのお土産に、岡野さんのお父さんなんですけどに、お土産に古酒、5年ものの古酒買いまして、まあ岡野さんのお父さんっていうのは、まあ、宮司さんね、すごく名物宮司で、もう面白い宮司さんでね、まあ、一癖あるということで、癖の強い酒をお願いしますってね、買ってまいりまして、はい、後にしたわけでございます。はい、あ、今日のおみたんの服は可愛いですよ。あ、ひろとくんまでありがとう。そうですね、今日はピンクで攻めております。はい、旅と酒蔵はセットなんですね。メモです、それはもうメモですよ。旅と酒蔵セットで、今回もしかしたら酒蔵行ってね、そう、ちょっとテイスティングとかできるとこがあるので、その可能性あると思ってね勝手に可能性あると思ってね、車じゃなくて電車で行ったんです。もう電車で行こうか車で行こうかすごい悩んだんですけどね、珍しく電車の旅をしてきました。まあ、千葉からその鴨川ってところまではね、まあ1時間半ぐらいだったかな、乗り換えがね2度あったんですけどもね。で、風情があっていいじゃないですか。しかもまだボックス席とかもちょっとあるので、そこで西島さんとちょっとね対面で、でちょっとちっちゃいミニ、あのワンカップみたいな買ってね、あ、旅だなと思いながら、行ったんですけど、まあそれは良かったんですけど、結果その木戸泉さんでは停戦がなかったのでね、あ、これ車でも良かったかなとちょっと思ったのは、何かというとね、電車の中がね、最近そのコロナ対策で窓開いてまして、上の方が、そうするとね、田舎の方に行くとトンネル多いじゃないですか、山が多いので。そうするとトンネル入ったらね、もうものすごい音でグワーって音がして、その西村さんと喋ってても全然話し声が聞こえなくなっちゃうんですね。それはもう車ね、車の方がもっとゆっくり喋ったなーってちょっと思いましたね。ほら、僕の車オミウスアルファっていうね、オミウスというトヨタのね、オミウスという車なんですけども、すごい静か、ハイブリッド車、ね、静かなので、その落差がすごくてですね、まあまあそういうのも旅の醍醐味かもしれませんが。で、あともう一個がね、その阿波小港っていう鴨川市の駅が天津神明宮っていう神社の最寄り駅だったんですね。で、そこ降りて、で岡野さんがね迎え来てくるかなってちょっと密かに思ってたんですけど、まだその神社の仕事中で来れないということで、で、まあ、バスがあると、もしくは歩くと20分ぐらいって
言われたんですけど、まずバスを見てみた、タクシーでも良かったんですよね。バスまず見てみたら、あの1時間に1本とかしかないんですよ。で全然時間がずれていて、これも待つのはちょっと違うなと。でタクシー、じゃあもうタクシー乗ろうと思ってタクシー乗り場とか行ってみたら、もうタクシーいない、よっぽどそのいないんですよね、お客さんが普段からね。待ってタクシーいないと、まあ歩くかと、しょうがない歩くかとなって歩いたんですけど、その駅から神社までの道がね、まずこういろいろアップダウンが激しいのと、あと僕そのガラガラで行ったんですけど、道が結構あの汚くて汚くてってのはあれですよ、デコボコしてたりね、なんかいろいろ細かったりとかあって、まともに弾けないのでもうほぼ持ってたんですね。そういう意味では、すごいもうなんすか、地獄のような20分、西村さんとほぼ喋ることもなく黙々と歩く。あ、もうこれそっか、やっぱ車が楽なんだと、車ってなんて楽なんだとすごく実感した、時間でした。でその後はもう基本的に近くのねお店行って飲んで、でさらにまたその宿坊お宮行って飲んで、で帰翌朝帰ったので、ほぼ出歩かず、あ車でよかったかなってちょっと思います。次回からは多分間違いなく車で行くかなと思います。で僕ほらもう車の旅が慣れすぎていて、運転が全く苦じゃないので、なんなら運転の方がもう歩くの楽ぐらいのノリなので。そうなんですよ。はい、あ煙突が、あなお、あのなお方ですよね、これなお方でしたっけ。あちょっと恥ずかしいな、これ読めないの。これ福岡ですね。ひじ方、いやなお方かな、脳型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 ですよね、これ。の、石炭指導官に似てる。あ、なるほど。いいですよね。ちょっとほら、国宝とかに、国宝のなんとか軍とかに選ばれそうな一つですね。はい。脳型ですよ、脳型。はい。お前かけはつけてないんですね。そうですね。この時はそうでしたね。この時はそうでした。お前かけ多分つける時って、基本的には酒を作ってる時だと思うんです。今酒作りのシーズンじゃないんですね。むしろすごいラフな格好をされてましたね。はい、おみのみつは、あうまいこと言いますね。おみのみつは、はい、はい、おみのみつはいいですね。酒蔵を巡る、さら運転は歩くで楽ですよ。ただ東京とかなると車邪魔なんですよね、まあ、電車のほら電車の便もいいですし、なんならタクシーもガンガン走ってますし、どうにもなるわけですけど、そうそうか、地方ってこういうのあるんだなと思ってね、ちょっと思った次第でございました。で皆さんにぜひご紹介したいのがね、まずこれね、これもツイッターアップしましたけど、鴨川の美しい もう夕焼けですね、夕方から夜に移り変わる瞬間の空がとても美しくてね、その感激しました。で海ペタなんでね、暑いのかなと思ったらね、意外と涼しくて、あれと思って、駅降りた瞬間涼しいと思って、で飲み屋さんから帰るときなんですけど、左が西村兄貴で右が岡野兄貴と3人でちょっと青春な感じで歩いて帰った次第でございます。でその行ってた地元のね酒屋さんで何食べたかと、この2つご紹介したいんですけどね、まずこれ、これ皆さん分かります、ちょっとハンバーグ、焼く前のハンバーグみたいに見えるかもしれませんが違います。これね、なめろうって言うんです。なめろう、千葉の郷土料理です。僕もなめろう大好きで、もう大学1年生の時ね、千葉来て先輩に連れてってまた居酒屋で食べた時からもうなめろう大好き、こんなうまいもんがこの世界にあんのか、わなわなみたいな。これはまあ、一番有名なのがアジのなめろうとかね、そういうものなんですけど、そういうもの、まあ、アジのなめろうが一番メジャーなんですけど、これ漁師がその船の上でね取ったばっかの魚をトン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 って炒めてね、味噌とかまあえてネギとかあえて、作った料理なんですよ。まあ多分千葉の房総とかね、外房の方で生まれたと思うんですけども、でこうちょっと醤油とかちょっと垂らしてね、わさび醤油で食べるんですけど、これがもう美味しくて美味しくてもう大感激、まあ、もう特にこれ日本酒とかのあてには最高なんですが、これがなめろうっていう名前がね、なんでなめろうかって皆さん想像つきますか。なめろう、これ方言じゃないんですよ。
ほら、この皿の上にこう持ってるんですか。もうついついね、ほら、しかもちょびちょびと食べていくので、ちょっとボロボロになるわけですよ。でも全部食べたい。あまり、ね、あ、もう余すことなく食べたい。なんならちょっとこぼれたやつ、もう皿まで舐めてね、舐め切って食べ尽くしたいという意味の舐めろうというそうなんです。はい、そう、舐めろうです。はい、あ、青木さんに、おみちゃんほまえかけプレゼントしようかな。あ、最高の、最高のアイデアですよ。おみほまえかけ、ラスイじゃなかったですか？あ、別にあの、煽ってるわけじゃないですよ。煽ってるわけじゃないですけど、自分で、自分のサイトを見て、あ、見れないな。多分ね、あと1枚とか2枚なんでね。ぜひ、ぜひぜひ。はい。ぜひぜひ。つけてくれますかね。でも、エニシング製の。なんなら、その、多分、青木酒造さんが何かしらの前掛けをかけてる、つけてるとしたら、それがもしこの数年ぐらいで買ったものであれば、間違いなく、エニシングで作った、ものだと思います。だって、日本で唯一なんですからね。で、日本で唯一ってことは、もう世界で唯一ですよ。今、その前掛けの生地作ってる会社がないそうなんです。そのエニシングはね、西村さんが3年前、ちょうど、おみ年前にね、愛知県の豊橋市に工場を作りまして、6月21日って言ったんで、ほんと3年前ですね。で、大正時代からのその織り機を全国から、まあ、ほぼないんですよ。まあ、集めて10何台あるのかな、今。で、もう、ガッタンガッタンガッタンってね、日夜稼働してるんです。すごいんです。で、中にはトヨタ製とかって、ね、トヨタは昔車じゃなくてね、そういうこう、織物機とか作ってたわけですね。すごいんですよ。もう、そう、行くだけで、娘をね、その、工場できたし、すぐにね、7月に連れてったんですけど、最高の工場見学でしたね。はぁ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、お前かけ。はい。はい。美味しいよね。はい。取ったばっかしだと鮮度抜群、そうなんです。で、もう一枚ですよ。鮮度抜群のね、鮮度抜群の、多分皆さんニュース見たんじゃないですか。鴨川の隣には勝浦ってとこがありまして、勝浦担々麺とか言うんですけど、その勝浦でとある魚がね、今年ものすごい豊漁でね、でそこの社長さんがね、映って食べてるシーンがありましてね、あれ多分全国ニュースだと思うんですけど、何かというとこれ、ドドン、はい、カツオです。カツオ、カツオはすごく漁獲高多いんですね、千葉県ね。でその勝浦でそれを取れたってことで食べたんですけど、もう大人なのでね、超新鮮なカツオ。やっぱカツオって何ですか、劣化が早いというか、やっぱ新鮮なものと、まあ、一般、まあ、劣化したわけじゃないですけど、やっぱりもう スーパーに置いてある段階のカツオとは全然味が違くてね、すごく柔らかくて、とろっと柔らかくて、美味しかったです。はい。このカツオ。このカツオはちょっと皆さんにご紹介したいなと。で、皆さんだから、わかりました？つまり、千葉の外房の方、鴨川に行くので、鴨川シーワールドとかがありますんで、まあ、観光もいいですし、なんならちょっと病気がちな方は亀田病院っていうね、もう全国でも超有名な、ヘリコプターも泊まれるね。で、超、有名人とか、政治家とか、芸能人とかね、御用達の海が見える病院もありますね。そこに来るもよし。で、行ったら、木戸泉、ね、日本酒飲んで、そしてカツオを食べて、さっきのなめろうを食べると。もうこれをね、やっていただければ、もう最高に幸せな時間が過ごせるんじゃないかと思います。はい。炙らないの。はい。ね、もちろん、カツオはね、炙ったり、また炊きとかありますけどね。これはもう完全に刺身です。刺身がもう抜群に美味しい。柔らかくてね。で、まあ、やっぱカツオなので、ちょっとニンニクとか生姜とかをね、薬味につけるんですけど、よかったですよ。僕そんなにね、まあ、カツオ嫌いじゃないですけど、そんなにこうスーパーとかで買うときは、選ばないんですね。まだ僕はブリとか、ハマチとかカンパチとか、白身の方が好きなので、だけど、よかったですね。あと、写真ね、ここには載っけてないですけど、アジフライとか、まあ、あの辺抜群なんでね。やっぱ漁獲、もう魚好きからすれば最高でした。はい。そのカツオは、サザエさんのカツオじゃないですか。
正解。そう、サザエさんのカツオの元ネタになった、ね、本物のカツオですよ。なんならワカメ、ワカメは乗ってないかね。わさび、わさびはいないし、生姜、生姜もいないもんな。カツオ、これカツオですよ。そうね、カツオくん、カツオくん小学5年生ですからね。ついに娘と同い年ですよ。カツオくんがついに息子になったかと思うと、ちょっとなんかいろいろ考えますね。人生いろいろ考えちゃうなと思いますけども、はい、刺身に日本最高パターン、そうそうなんですけど、そうそうなんですけどね、こんなね、まあ居酒屋さんなんですけど、日本酒ってね、千葉はやっぱそこまでこうお店は熱心じゃない、店によるんですけど、やっぱ新潟とか、まあ東北とか、新潟東北は出てももう熱心なので、お店が大体そのいろんな酒蔵のお酒が並んでたりするんですけど、ここはねもう日本酒って書いて、あとはもう、あとはあれですよ、あ、銘柄も一応書いてたんですけど、以上みたいな、大と小とか書いてあってね、いやいや、あの一番気になるのはこれが本醸造なのか純米なのかです。まあまあ、なんならもうこれが純米なのか、もうそれが僕は知りたいんですけど、書いてなくて、で、店のおばちゃんにね聞いたんです、これ純米ですかって。そしたら、なんつったかな量がちっちゃい方と大きい方ですって言われて、いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて純米ですかみたいな、聞きたかったんですけど、もう全然話が通じなかったので、そうですね、日本酒の、ね、好きじゃない人って、好きじゃないとか、そこまで興味ない人って、そう言っても分かんないんですよね。いや、それはね、別にマウント取る気はないのでね、あ、まあそうですかと、分かりましたと、だったらこんなに決まらない、なんならその瓶持ってきてくれとかもう言わない、言わないです。あ、もうじゃあもう、大丈夫ですと思って、飲んだんですけど、で、飲んですぐ分かるんですよ。あ、本醸造だと。まあ、そもそも、もう、だいたいそういう時のお店は、だいたい瓶がこうあってね、あと、だいたい生詰めと書いてあって、まあ、漏れなくもう、95% ぐらい言っても、間違いないです。本醸造なんです。なので、まあ、まあ、後々ね、帰って気取り詰め飲むんでいいんですけどね。そこがちょっと残念だったかなと思いますが、それでも、それも、サザエさんのわかめちゃん、そう。サザエさんは、みんな、海の、まあ、磯のね、はい、ネーミングですからね。以上、本日のお見知りおきでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。せっかくなんで志トーク、2年ぶりのね、飲み会で、何だったのコロナって一体。何なのコロナって、あれね、世界中を震撼したわけじゃん、うん、あんなのなかったよね、今までね。なんか俺は思うんですけどね、まあ、最近分断ってすごいキーワードあるじゃないですか、うん、こう社会が分断されていくって、うん、なんかコロナって絶対社会を分断進めたなと思ってて、ああそうですか。だから例えばワクチンを打つとか打たないとか、うん、そのコロナの陽性者か陰性者かみたいな、なんか俺ね、もう戦争と一緒だなと思って。いや、そうそう、結局今まで、うん、俺らになかった価値観をグイッと持ってきて、で、それ、うん、そう、ね。そういう気がするよね。そうですね。マスクもそうですよね。そう、だからマスク問題は、確かに俺もする、しますよ。その、なんだろう、こうみんながするからっていうのもあるかもしれないけど、だからなんか、なんつうんだろうな、もうなんか、マスクしないやつはもう、なんか犯罪者だみたいなのあったじゃん。でもそれはさ、まあちょっとだからそれが怖いなって。怖いよね。しかも一瞬のうちにそういう風潮になっとるじゃない、うん、何が正しいかとか冷静に考える時間も与えられないまま、もうこういうもんだよみたいな、うん、なんか多分戦争中ってもうそういうことだったよね。そうそうそう、絶対そうだった。そうですよね、絶対そうだった、うん、味わったことないですけど、うん、それってでも共通しとるのがなんか外的な恐怖を一瞬でわっと与えて持っていくみたいな、うん、陰謀論とは言わないけど、だけどなんかね、もっと冷静にそれぞれ判断するべきだよなっていうの。だから戦争中だったらコロナがアメリカだったわけじゃん。連合国軍だったわけじゃん。なるほど。うん。だからなんか、そこと仲良くしちゃいけないみたいなさ。うん。だからそうだったんだろうなって俺は思った。
正直言って、ね、すごい人間の怖さを感じた。なんか、うん、だって絶対コロナに対してさ、例えばマスクしたりとかさ、ワクチンとかさ、打つ人がさ、絶対正義だり正論だってみんな思ったじゃん。だけどそれはさ、一つの正義と正論かもしれないけどさ、で逆側の人だってさ、別に間違ってはない。そう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 、うんうん、そこが、だ例えば日本って今世界の中で一番ヒステリックに、やっぱり中国と日本とかってすごいゼロコロナに近いことやってて、ね、うん、まあ、日本はゼロコロナじゃないけど、でもすごいヒステリックじゃない、コロナに対して、うん、でもそれはなんかもう感情論なんだよね、うん、俺から何が正しいかがわからないまま、そうそうそう、感情論でね、うん、なんかある意味その日本 その清潔好き、もともとだってさ、アルコール手指消毒ってコロナですごい普及してるけど、もともと日本はあったんだよ。確かにありましたよね。俺らが子供の頃言われたのは、必ず外から帰ったら手を洗いなさい、うがいをしなさいっていうのはもう絶対言われた、うんうん、学校でもそうしてるし、日本ぐらいじゃないな、石鹸が学校の水道のところについてるとか、ね、ついてましたね。今でもついてるよ、レモン石鹸みたいな。そう、レモン石鹸、はい、あれ今でも小学校にあるよ、はい、コロナ前からね、うん、だから、うん、だから その日本人のその元々の清潔好きとか潔癖症って、日本人って潔癖だから基本的に、だからそれになんかそれがある種の感情論として今でもずっとそうだね、なっちゃってるかなって思うんですよ。そうだね、うん、なるほど。人間って慣れちゃうから、すぐだから今回こういうことがあったら次に何かをやりやすくなったなっていうのはあるよね、うんうん、なんかね、うんうん、そういうのが来たらもうよりもスッと見なそうだよねみたいな。例えば戦争なんかあったらまたスッと動くだろうし、うん、俺それでちょっと思ったのが、俺らの子供って徴兵に行かされる年になってきたじゃん、うん、そうなった時に高校2年生ですね。そう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 、うん、だからもうちょっと前までは徴兵なんてありえないと思ったけど、今のそのコロナでいろいろこうさっと動かされた人間とし、日本人としては徴兵行くって言ったらみんな、あ、そうですかって行くんじゃないかな、うん、急に行かなきゃいけない、なると思う。なんかそんな感じに思って、仕方ないよねってなってくる。そう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 、うん、え、俺やばいと思う。やっぱ人間の心理の中に、うん、まあ今ロシア、ウクライナもあるけど、はい、絶対あると思う、うん、なんかその、ここ最近ってもうこの数十年で経済第一主義でずっと来とったじゃん、うんうん、だけどそのコロナぐらいから経済を置いといてもコロナ封印とかそういうものをって世界中がなったじゃん、うんうん、だから海外も行けなかったわけで、日本にも来なかったとか、中国なんかいまだにそうじゃん。あれがね、一体何なのかなっていうのはちょっとあって、うん、経済最優先の世の中だと俺は今でも思ってたんだけど、うん、なんか違う世の中にもう行き始めとる。ああ、それはありますよ、うん、それってじゃあ何なのかなっていうのはちゃんと、ね、分かっときたいなっていうのがあって、まだ俺の中ではすごいまだ経済第一優先主義っていうのが当然だと未だに俺も思ってるんだけど、そうじゃない世の中が今もうすでに始まってるわけ、うん、じゃないとあんなことにならないし、中国だって上海を2ヶ月も止めるなんて経済的に言うと絶対やらないじゃん、うん、でもやっとるじゃん、うん、ああいうのもね、なんか次が始まっとんだなと思って、うん、いろいろ多角的に分析したいし納得したいっていうかね、なんかもう経済じゃない何かが始まっとんだろうなっていう気がちょっとしてて、素晴らしいです。もう我々がいかにアカデミックな飲み会をしてるかというのが今この動画で証明されましたのでこれを証拠として今ちょっと10分過ぎましたのでお開きします。ありがとうございました。さよなら。はい志トークね、もうこれこそ志トークですよ、ね、皆さんにね、我々がいかにアカデミックなね、いかにアカデミックな飲み会をしてるかというのをお知らせしたくて動画を撮ってまいりました。どうですか。はい、志トーク。ちなみに訪れどうです。あ、今戻ったな。さっき CPU がグオーン上がって、もうグオーン上がりすぎたんでちょっと戻したんですけど、戻したというか、まあ、あ、いいのかな。 1,2,3,4,5。 まあ大体ですね。いや、読めてますね。はい、松尾さんどこですか。
そうですね、まさかあのタイミングでいらっしゃると思ってなかったので、もうちょっと前に行くと僕ずっといたって思うんですけど、でその登場人物左側が西村さん、その日本もう世界で唯一前掛けを作ってる会社の社長さんですね。で右側が天津神明宮という、まあ、神社の神職なんですけど、まあ、家族なんですか、もう家が代々やってました。ただ21歳で千葉大大学でね、会社を IT ベンチャーを作って3年で年商1億超えて、当時日本のベンチャー社長100選に選ばれた、ね、岡野大和さんっていう天才ですよ。もうどっちもね素晴らしい経営者の兄貴ですけども、おりまして、飲み会はねあんな感じですいつも。でもミュージシャンでねそういう先輩がいるってやっぱ貴重だなと思いまして、ミュージシャン仲間の時にああいうさすがにねこうある種こう政治経済的な話じゃないので、まあ、学ばせていただきますよね。いや、まあ、やっぱ好きですよ、これアカデミックな感じ。もちろんねバカ話とかももちろんカメラ回してない時はしてますけどもね、にしてもね、まあ、そういうところでちょっと皆さんに僕の飲み会の様子を、ね、見ていただきたいなと思いました。はい、松さん出てきました。 OK です、あ訪れ OK ですね。すごい、こんなに時間が余ると思ってなかったですね。もうこの動画を出してコラストークがあと5分ぐらいあるんですけど、時間足りないぐらいかなと思ったら、だいたい言いたいことを言い尽くしちゃいましたね。何の話しましょうか。まあ、そうですね、鴨川行って、西村さん両方ね、2人とも Facebook ライブ配信の同紹介には以前出ていただいたことあるので、覚えてるよって方もいるかもしれませんけども、もう長いお付き合いですし、多分来てくださった大体の方は西村さんが作ってくれた T シャツ、前掛け作る会社なんですけど T シャツも作ってくれてまして、 T シャツはねもともと坂本龍馬記念館と、に下ろしてたんですよ、イニシングで作って。今やってないんですって、もう前掛け専門で。だから今でも龍馬記念館には作ってるけど、あと松尾隆臣と、あと萩の博物館って言ったかな、だけしかやってないって言ってました。なので皆さんが着てるオミティとかグッデイ T シャツは全部西村さんのエニシング製でございます。はい、そうです、オミオン T シャツもそうですね。で2007年に僕が初めて高知に、ね、行って、でまたその3ヶ月後に高知に来てくださいと言われて行くぞってなった時に西村さんと僕は出会いまして、その岡野さんっていう方がやってたねカッペって会社のイベントでね知り合いまして、でその時に T シャツ作ろうよって言われて、え T シャツと思って、で CD を作るっていうのはミュージシャンのまあ夢なんですね、その音楽活動やってる人間として。でも最近のねミュージシャンってそうじゃないのかもしれないですけども、CD 作るっつっても、もう CD プレイヤーがないから、あんま CD 作るがもうないですよね。そうやってみると。で、僕ら世代の皆さんでは CD を出すっていうのは夢だったので、まあ、それは2005年に、まあ、ね、叶えたわけなんですけども、でそこからずっと出してるわけなんですが、T シャツ作ろうって言われて、僕グッズは作ったことなくて、それはまたね、すごいこう、ハイスペックな話で、グッズみたいな。いや、それ憧れてるけど、なんかそんなん作っていいのかなみたいな、ドキドキみたいな、松尾高見グッズみたいな。今でこそもね柔軟だって堂々とタオル作ったり前掛け作ったりとかいろいろ出してますけど、最初の一歩っていうのはすごく気恥ずかしいものですし、そもそもそんなん作って買ってくれるのかなっていう不安があったんですが、それを言ってくれたのが西村さんで、で、グッデイ T シャツをその時作って、もう何年経ってますか、15年しょ、ロングセラー、いろんな色がありましたよね、ロングセラーで、販売しております。2007年の12月のね6か7かなに高知県の
高知市にある自由民権ホールという自由民権運動の板垣退助をこうですか讃えたホールがあるんですけども、そこでコンサートやった時にデビューしたんです。グッデイツヤさんもデビューしたんですよ。その時は今はない、なんて言うんだろう、モスグリーン、薄いグリーンとあとベージュとグレーの3色ありましたね。はい、イベントとかのお店でエニシングの誉れ高いと二度見してます。お、本当ですか、すごい。え、エニシングって書いてたりするんですかね、まあ、それともまあ、多分世の中に見てる誉れ掛けがほぼエニシング製なので多分見てるんですけど、そのエニシングってかっこいいロゴがあるタグがあって、それをついてるやつはエニシングがデザインとかもね作って、出した前掛けです。はい、おみちゃんの歌が聞きたいな、おみちゃんの歌が聞きたい方は土曜日のマイホーミーライブに来ていただければと思いますし、このツイキャスでもね3時40分頃から土曜日ね、リハーサルとかで歌ってますのでよろしくお願いいたします。あとね、稲佐山ライブ9月3日の稲佐山ライブ、あ、そうですね、このねこの風景稲佐山なんですけども、そこに向けて今 CD 作ってますね。今石井雄介、そう、石井雄介がね今そのいろんな作業とか編集あってちょっとツイキャスはお休み中なんですけども、もう早速ねアレンジが何個か上がってきてまして、まあ、めちゃめちゃいいです。もうめちゃめちゃいい、自画自賛でもすごい、特にねアバンチュールがちょっとやばいです。それはもうアレンジがやばいです。まだ僕の歌とかねメロディー入ってないんですけど、アレンジがとにかく良くてね、あーすげえなーと思って、天才と思います。ぜひ期待してください。はい、CD 楽しみありがとうございます。はい、あ、帯の色でそうかなと思ってます。そう、あのあれですね、オレンジとあの濃紺とオレンジのやつですね。それは間違いない感じです。お、ワクワクドキドキね。だからね CD ね、確かに CD ってね世の中売れなくなってきてるわけですよ。で僕は幸いずっとこう売り続けるフィールドがあったので、そんなにこう CD に対しての、売れないという感覚薄い方なんですけど、まあ、世の一般的なミュージシャンはもう10年ぐらい前から売れなくなって気づいていて、作んない人がもうすごい増えていて、作ってもこうロット数減らすとかねいう感じ で僕もこのコロナでねすごく在庫が減らなくて、あ、なるほどこういうことかってのは分かったんですけども、だからね CD に代わる何かを見つけないといけないんだなと思うんですけど、なんかありますか皆さん。その CD 買っても結局パソコンに取り込んだらもう CD 自体はいらなくなっちゃうんですか。もう今の時代なかなかさ、まあ、車とかではね CD がずっと回ってますけど、まあ、なんなら車も車のハードディスク入れたり SD カードとかでね、聞いたり iPhone こう Bluetooth でつないで聞いたりするので、もう本当 CD ってのは最初の一瞬だけの可能性があるんですよ。ですけど、まあそれいいと思ってます。聞いていただくんだったらね、僕はもう別にダウンロードとかでも全然いいんですけど、ただ CD って分かりやすいシンボルなんですよ。そのグッズとしてのね、もう物としてのアイテムとしてのね、そういう意味では CD に代わる何かさえ見つければ別に CD 化じゃなくてもいい、まあ、例えば USB 化ね、 USB を販売してそれを買った人はねもうパソコンに直だって、 CD って取り込めない人も最近多いんです。なんなら Mac とかはもう CD ドライブついてないんで、光学ドライブが外付けになってるんで面倒くさいみたいな人も多々いるわけですよ。確かに僕ももう CD 買わなくなったなーってのがあってね、まあ、車とかはねまあありますけど、多分そのうち車からも CD あれ消えますもんね。あのカセットが消えたように MD とか消えたように CD も消えます。その時に僕らはやっぱねこうそういったものを販売して食べてる職業なので、何かを見つけないといけないなって常々思ってましてね。あ、アバンチューロチキちゃんは行かないですかね、ワクワクドキドキ。私は CD の方がいいですかね、ね CD 僕も CD の方がいいんです。まあレコードとかね、それこそなんなら
車でレコード聞いたことある人多分いないと思いますし、まあ、外付けとかやんない限りね、何か変わる何かを見つけないといけないと思ってますし、みんなそう思ってると思うんですけど、なかなか生まれてこないですよね。でダウンロードっていうのはいいんですけど、やっぱほら CD、 あ、もう消え始めてますね、カーステね。はいはいね、なので CD ね、どうですか、そこそこ送り。シャープ5です。いや本当にやっぱ CD 派、 CD に変わる何かがね、もう見つけなきゃ、もしかしたら未来がないかもなと。やっぱ職業としてはね、職業としては不安に思う部分はあるんですよ。もうこのコロナでね、イベントがなくなると、イベントなくなったら、あ、こうなるのかと、こう死活問題だなと思って、イベントなんてもう永遠になると思ってたので、歌う場所っていうのはね。で、まあ、それを作り出すのは仕事でやってきたわけなんですけど、それが作り出せないってなった時に当然困ったわけですね、やばいと。まあ、もちろんその一つの柱ですよ。そしてグッズ販売、まあ、物品販売ですね、そういったものを稼いでて利益を出すというのも一つの柱なわけですけども、そこで今までだったらそのメインとなるもう一番売れ筋 CD、 我々のね、あの水戸黄門の印籠じゃないですけど、もう CD みたいなねとかあるじゃないですか。それがなくなる、シンボルみたいなのなくなると、ミュージシャン何売って生きていけばいいんだろうってなるんですよ、ね。まあ、タオルとか T シャツありますけど、別にタオル屋さんでもないし CD 屋さんでもないしね、これはやっぱ矜持、我々のね、もう矜持、ね、プライドですよ、志、ね、侍魂としてやっぱり音楽を売っていきたい。それはイベントで歌を歌う、自分という商品をイベントで買ってもらうっていうのも一つの、形ですし、で僕がいないとこでも音源っていうものを楽しんでもらうっていうのがCD の役割じゃないですか。はい、今更ですがたまにチラチラ見える鎖骨見えてます、あ、ここ、なるほど、こんな感じです。水汲んで、そのここにね、水溜めた感じです。でそう CD なんです、 CD ね。いやー、だからまあ僕一人が吠えてもあれですけど、何か見つけ出したいですね。なんすか、その変わるものが生まれなかったとしても、まあ、自分の中で何か見つけ出せばいいのかもしれないんですが、はいね、何がいいだろう。いや、ぜひ皆さんね、日常生活でハッと思いついたら教えてください。やっぱまあ分かりやすいのは USB、 大体、ね、多分 USB 自体も今なくなってきてるじゃないですか、これ恐ろしいことに。その Mac なんて、僕の、ね、新しい Mac、 やっと今月ローンが終わりますよ、2年ローンね。アップル製品は2年間利子無料でずっとローン組めるんで、だから2年前ですね、これ買ったの。買って1週間で日本酒こぼしましたけども、で終わるんですけど、これ USB の、 あのポートないですから、 USB-C っていうね、新規格しかないので、今までの、 あの一般的なちょっと長方形のやつ、あれ刺さんないんですよ、外付けに別のやつ買わないと。それすらなくなってくると、やっぱりもうネットからダウンロードという形なんですけど、それ以外のやっぱものとしてライブ会場で売る何かが欲しいですよね。で CD ってちょっと大きいんで、あの12センチ12センチのケースでね、ちょっともうちょっと、まあ、そんくらいなんで、やっぱこう派手じゃないですか、持ち運びもいいしね。 USB ってちっちゃいんで、なんか買って得した感がないというかね、なんならこれ決して違うのにも使えますけど、でそういう意味では永遠に使えて、 CD でね、決して他のように使えないのでいいのかもしれないですけど、なんか味気ないですよね。だから買って嬉しい、サインもできる、あ、ほんとデジタル派ね。そうですね、
デジタル便利ですよね、これ iPad に入れて読むのもいいんですけど、やっぱりね、こうね本ね、こういう本があると読んでるなって感じしていいわけですよ。だから CD に代わる何か、もうぜひも僕だけです、皆さんからもいろいろ情報を提供していただけたら嬉しいなと思います。はい、ちょうど絆が終わるところでございますので、また来週お会いしましょう。ミキアスでした、ありがとうございました、バイバーイ。